リーグなんです。ウェファチャンピオンズリーグなんです。ムムということで始まりました、はい、ゲームチャンネルでございます。今日はセビージャ対マンユー。おーい、マンユー来ました。セビージャ強いの？まあまあってとこだね。マンユーに比べたらそうでもないでしょ。まあそうでもない、まあまあ、今日は大期待強兵、はい、はい、なんでちょっと力の差がね均衡してるから、ほんならじゃんけんでどうぞ。最初はグーじゃんけん、はい、どっちですか？マンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッド、セビージャ、セビージャ、マジ行きましょう。マンユー、サンチェスいんのかな。いるか、サンチェスも。イブラもいるじゃん。そうですよ、うん、アレクシス・サンチェスがね、この冬移籍したんだよね、マジで。マンユーに。じゃあメンバー整いましたか？あ、整いましたよ、いいですよ。じゃあやっていきましょう。えー、セビージャユニフォームかっこよくね。そう、白で結構かっこいいよね。なんかローマっぽい。うん、よし。お、いいね。マジ久しぶりすぎてやばい。お、見やすい。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。確かに上でやってるとさ、無口になっちゃうからさ、それいるし。エキシビションマッチです。まあその分俺がカバーしますよ。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。前半こういった強豪同士はやはり人気がありますからね。さっきスタジアムの能力値がね、高いんだよね。マンユーの方はそうなんだよね。やっぱりどう、あのセンターバックにね、あ、センターバックじゃないよ、やっぱりグリエル。さあ、カウンターのチャンスになります。あ、守備面ね、大事だよね、セビージャとしては。サンチェスやばいんだよな、マジで。あー、やっぱり能力高そう。なんで取ってんだよ、マンユー。足速い。えぐい、えぐい。ふぅ、ナイスキー。あ、前歩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 。コーラ、コーラ、コーラ。前歩でしょ。ファーストシュートは、はい、前歩。マンチェスターユナイテッドだ。やばいな。いや、セビージャもなかなか強いぞ。いやー、これね、でもこういうチームって後半でやっぱ疲れてくるから、うん、前半のうちにセビージャとしては点入れたい。入れたい、入れたい、入れたい、マジで入れときたい。あとはまあ交代いかに使うかよね。見極めることが大事になってますよね。スタミナがありますからね。ウェイ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 。ですのでじっくりいってほしいですよね。さあさあ、どんどん回して、サイドを走る。セビージャのエースって誰なんだ。あ、ルークショーってなんか知ってる。あ、そうそう、ボロいですね。まあ、やばいやばいやばい。おい、バネガのシューター。バネガのキーワードなんで。バネガ、バネガいいね。ラミレスって選手がね、結構良かった気がする、セビージャ。あ、そうなんや。ルカク。あ、やっぱ空中戦強いね、ルカク。え、空中戦。未来、You know no no no、 空中戦、空中戦、ムリエル、空中戦とか。自分で行く。お、いいね、ペナルティーエリア内。おーい、うん、やっぱりね、シュート打っていきたいね。行きたい、行きたい。もうシュート打たないとね、始まんないですか。始まんない。しゃー、ショー、はい、わ、バカ、イージー。結構強いかも、うん、セリージャー。いいね、仕上がってる。おっと、これは中、空いてる。あ、まさか。おーい、かますとこだったよ、今の。リボレー。マルシャル、足速いからな。足、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 足。また。ロングフィードで狙う。おーい、いいし、いいし、いいし。そうはさせませんよ。うわぁ。いやー、なんか、やっぱ弱いチーム応援したくなっちゃうな、俺。そうだね、その気持ちわかるよ、でも。その気持ちわかるよ。一回落ち着こう。実況として失格ですね。落ち着こう、落ち着こう。いや、いいチームだね、マンユー。ポグバ、ポグバがね、またこれは渡らない。あ、危ないですよ。大丈夫、大丈夫、イージー、イージー。なんとか切り抜けます。うわ、サンチェスに渡る。うわ、もう7番のサンチェスから、あぶねえ、そう、危ねえぜ。今のちょっと、もうちょっと低かったら終わってたよ。危なかったね。いや、俺ウィーリーせずねえからさ、これ勝ちたいね、今日ね。さあさあさあ、よし、見せていきたい。よし、アレクシス・サンチェス、うん、ワンゴール目はどっちに。まあ、それプレッシャー、あぶねー。くっそー、サンチェス、マディッチ、はい。あ、うわ、やばい、やばい。よし、今のはちょっとダメ。ルカク、ルカクがね、バカバカバカ、またに渡らない。ブリエ、はい、サラビア、サラビアからバスケス、バスケスからバネガ、バネガ、エンゾンジ、エンゾンジからゴルシア、ゴルシア、うるせえ。さあ、ここでサンチェスがカット。おーっと、ここで前半終了。マ
ドリブルうまいな、やっぱな。うまい、ね、うまい、うまい、うまい。後半のキックオフ。スモーリー、集中。ホグバー。両チームノースターで、また、このまた中心にね、ボール回していきたいと。さあ、やってさあ、バレンシア、サイドから。おー、イージーミスだね。これは少年サッカーだ。さあ、バネが、この選手がね、先ほど素晴らしいシュートを放ちましたが、コレア、11番ですね。あー、もう通って、それ。今このバネが、コレアね、中心にね、組み立てていきたいですよね。セビーラとしては。ワンマタ。ルカク走れ。ルカクが裏には走れない。はい、ルカクね、フィジカルがあるんでね。そうですね、競りたいね、競り合いたい。空中戦がおかしいのよ、空中戦もいいし。バネがうまいよね。やっぱサイドからの攻撃とか生かしていきたい。後半エンゾンジ、やばいな、これ。セルヒオ、よし、ここ早めに入れていくっていうのも。おい、マジか、マルコやろ、パッパン。エスクデロってなんか聞いたことある。浦和にいたよね、そういう選手。あ、そうなの。うん、浦和列ですよ、まさか。いやいや、違うと思うけどね。これは狙っていくか。あ、いや、パスです。ゴー。あー、弱いね。弱いね。これ、あのシュートはキーパー真っ正面。何してんの。おっと、これはチャンスになるか。あー、オフサイドだ。惜しいわ、今。あー、ギリ。飛び出していたな、これ。これはギリギリじゃないでしょうかね。シュート。デヘアいいからね、キーパー。本当世界最高だから今。うん、そっか、もうノイヤじゃないのか。デヘアだから。あ、そうなん、デヘアなんだ。うん、そうだよ。ノイヤの時代終わったと。ドイツ代表ノイヤ。これ大丈夫やったの。怪我してるからね。ゴーゴーゴー。おっと、一人で行く、コレア。中に。おーい。こぼれ球もあるぞ。よしよし、ホームラン。あー、プロらしからない、それは。ファームラン、今ファームランだ、ファームラン。姿勢がいいですよね。ダメだよ、ちょっとシュートが全然打てない。どんどん狙っていく姿勢も大事ですけどもね。よし、よし、やはりゴールが見たいでしょう、視聴者さん。ゴールはしたい、どっちか。どっちでもいい。まさかの、サルノ。マンユーが同点で終わってしまうのか。優勝ゴールですよ。最後は、裏にも手出せないか。負けるも何もさ、俺のセンスがねえからさ。何してんねん。サイドにコレアっていう選手いいですね。中に、うっ、突破できねえんだよな、そこ行っても。はい、コレア、さっきからコレアしてる。裏に、おお、ナイス、いいぞ、鉄壁です。マンチェスター・ユナイテッド、セビージャがなんか後半にかけていいよ。やべ、試合率負けてるし。うん、いや、取りてーゴール。ピッチサイド、ナナミさん、いや、これはいいですよね。なんで、はい、前半から後半かけてね、よく走ってサイド駆け抜けてますよね、ナナミさん。よし、狙っちゃうよ、これ。さあ、蹴るのはサラビア。狙っていくが、ここはデヘア。キーパー正面か。デヘア、怖え。フリーキックうまくね、お前。そう、うまいんじゃない。え、やばい、これぶち込んでしょ、うまい。うん、そこっち、あ、うまい。あぶねえ。ちょっと満遊がごねてますよ。モルシア、もうどっちが勝ってもおかしくない試合になってきてますよね。よし、よしよしよし。エスクデロ、バネガ、エンゾンジ、エンゾンジってずっと言いたい。エンゾンジ、ゴロいいね。裏来るか、エンゾンジ、冷凍品。マンチェスターとしては早めに縦のボールを入れたいですね。もう乗りやすいけどね。冷凍品きたー。うまい。いや、でも、あー、もう、肘なんか、あー、これはつー、ここも耐えるセビージャ。カウンター、ゴー。いや、素晴らしいディフェンスですね。ゴー受け出すか。なんと、ムリエルが、あー、もう鉄壁。それはムリエル。終わってしまいましたということで、同点でございます。さあ、ゲームは PK 戦に。 PK わかんないもん。さあ、PK 戦、よっしゃ、まさかの PK。 PK のやり方わかんないんだよ、マンチェスターユナイテッドね。まさかの PK ですよ。0-0はね。キーパーどこで止めんの、これ。丸、
まあセンスでいきましょう。最初のキッカー、最初のキッカー、うわ危ない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 、飛びすぎ、飛びすぎ、ぶっ飛び、あーどうする、さあどこを狙うのか、ぶっ飛び、おお冷静冷静、これで両者1ポイントずつ、大輝俺右に打つわ、出た俺メンタリズム、さあどこへ蹴る、これ強いんじゃない、うわっ危ねえ、なんでいつもそれ止めれねえの、危ねえ、なんで飛びすぎなのかな、ボールが置かれます、さあ2人目です、サンチェス、サンチェス似合うな、赤の2本かっこいいね、うん、はい、あっ止めた、ナイスセーブ、まさかセビージャが、そうですね、 PK は運だ、私を見て読まれたんでしょうかね、まあかつてあのピルロは言いました、どうだPK は、PK やるんだったらフリーキックの方が簡単だよ、大きいですね、おかしい、頭おかしいです、おかしいんだよね、ピルロが職人すぎて、フォースは、あ、止まったね、はい、やりがちだよね、ホンダ PK、ホンダ PK、ここを決めれば大きく勝利に近づきます、どうだ、決めていく、決めていく、ど真ん中でした、でした、さあ次決められてしまうと俺勝つよ、止められてしまうとセビージャの勝ち、ジャイアントキリングが起こります、出ませんよね、さあどうだ、おお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 まさかのジャイアントキリングが起こりました、うん、ただ単に俺が弱いだけ、セビージャが PK で勝ちました、ただ単に俺が弱いだけです、はいはい、俺はミニリアできませんはい、終わり終わり、ありがとうございます、ありがとうございます。